江田三郎は、日本の政治家。参議院議員、衆議院議員、日本社会党書記長、日本社会党委員長代行、日本社会党、副委員長、社会市民連合代表などを歴任した。長男は、元参議院議長の江田五月。1931年、官立東京商科大学で、講座派、マルクス経済学者の大塚金之助に師事した後、帰郷市農民運動に入り、全国大衆党に入党。1932年に日農中央委員に就任した後、1934年に全農岡山県連書記長に就任する。1937年には岡山県議会議員となった。1938年に人民戦線事件で検挙される。1940年の出国後、中国で就職。戦後帰国し、1946年に日本社会党に入党した。1947年に再び岡山県議となり、1950年参議院議員に初当選。党農民部長などを経て、1960年には党書記長に就任する。同年10月の党委員長、浅沼稲次郎暗殺後、委員長代行を務めた。構造改革論を取り入れた江田ビジョンの批判決議が1962年の党大会で可決され、書記長を辞任。1963年、衆議院議員に初当選。1976年12月の総選挙で落選した。この間、社会党副委員長、書記長、委員長代行を務めたが、習氏左派からの攻撃を受け、1966年1970年の委員長選でも敗れた。1976年、新しい日本を考える会を結成。1977年に離党し、社会市民連合を結成したが、同年5月22日に急死した。1907年7月、岡山県久米郡福渡村尾字福渡に、父江田松次郎、母当世の子として生まれる。家業は、うどんとそばの製造卸売業で、屋号を、滋賀屋と言った。商家らしく、間口を広く取った、木造2階建ての、どっしりした造りである。田舎の中流の暮らしで、家族が、総出で、家の仕事を手伝った。長子夫妻の援助で、当時日本の統治下の朝鮮、京城の前輪商業学校で学ぶ。修学旅行で内地に戻った際、外地において、日本人がいかに横柄な振る舞いをしているかに気づき、植民地支配について勉強するため、神戸高等商業学校に進学した。この頃、労農派のマルクス主義に興味を覚え、社会主義について、さらに学ぶために1929年、東京商科大学に転学する。マルクス経済学の大塚金之助ゼミに所属。しかし、谷川岳で遭難し6膜炎にかかり、療養のため帰郷し、1931年本科2年で大学を中退。その後、全国大衆党で岡山南部の農民運動指導者となった。1937年、岡山県議会議員に当選するも、翌1938年、第二次人民戦線事件に連座して検挙され服役。出国後は、葬儀会社に勤めたり、中国で、開拓事業に従事したりするなどした。なお、この事件を受けて、手塚治虫のアドルフに次ぐに、大内兵衛と共に、江田の名がセリフに登場する。1946年に、日本に引き上げ、日本社会党に入党。左派の活動家として、頭角を現す。1950年に、参議院議員に初当選し、1951年の左右分裂後は、左派社会党に属した。左派社会党時代、左派の日刊機関紙として、社会タイムスを創刊し、自ら社会タイムス社の専務として、経営に参画するが、経営陣が揃って、経営の素人だった上に販売代金の回収が、きちんと行われなかったことから、たちまち経営難に陥り、社会タイムス社は倒産した。この時、社会タイムス社の経営に引き入れた、和田博が会社の借金の一部を背負う形となり、その後の和田との確執の原因になったと言われている。1958年、委員長、鈴木茂三郎の下で、社会党組織委員長となり、党組織の近代化や活動家の待遇改善に尽力し、若手活動家たちから絶大な信頼を得る。1960年には書記長に就任した。委員長、浅沼稲次郎の暗殺事件後、委員長代行として1960年総選挙を指揮する。三党首テレビ討論会にも社会党代表として出演し、穏やかな口調が視聴者に好印象を与え、国民的な人気を得た。1960年総選挙の頃より、枝は構造改革論を社会党の路線の軸に据えようとした。これは日本社会の改革を積み重ねることによって社会主義を実現しようとする穏健な考え方で、これまで権力獲得の過程が曖昧であった平和革命論を補強しようというものであった。しかし、労農派、マルクス主義に肯定する社会主義協会がこれに反発し、枝ら若手活動家たちの台頭を恐れた。鈴木茂三郎、佐々木耕三らも構造改革論反対を唱え始める。1962年、栃木県日光市で開かれた党全国活動家会議で講演した際、日本社会党主導で将来の日本が目指すべき未来像としてを挙げ、これらを総合調整して進むとき、大衆と結んだ社会主義が生まれるとした。これが新聞報道されると話題となり、枝は雑誌エコノミストにこの講演を元にした論文を発表し、世論の圧倒的な支持を得た。しかし、民主社会党の西尾末広がこれを1962年11月21日に支持表明したことで、社会党左派が反発。社会党内では、従来の社会主義の解釈を逸脱するものとして、批判決議が採択され、枝は書記長を辞任して、組織局長に転じた。その後は、川上派、和田派と構造改革派を形成しながら、佐々木派との権力闘争を戦っていくが、1963年の総選挙の際に、枝が衆議院議員に転じようとした際、和田と同じ選挙区から出馬しようとしたことから、和田の怒りを買い、和田派との連携はうまくいかなかった。同年、枝ビジョンの反響に、脅威、危機感を抱いた自民党の石田博秀により執筆された保守政治のビジョンが中央公論で発表される。1966年の委員長選挙において、僅差で佐々木耕三に敗れ、その後何度も委員長選挙に挑戦したが、ついに委員長となることはなかった。1967年に副委員長、1968年に再び書記長となったが、この頃には、右派、左派の派閥抗争によって、党の組織は疲弊しており、民間企業における労使協調路線の拡大によって、社会党の支持基盤も掘り崩されていた。1969年の総選挙では、社会党は140議席から90議席へと、議席数を激減させる大敗を喫した。枝は、構造改革派として、右派に位置づけられているが、世界的に、学生運動が高揚する中で、当時社会党書記だった高見啓二が結成した反戦青年委員会については、彼らは世界中のスチューデントパワーの流れと共通した原理で動いている。そのエネルギーを生かさなければならないと評価している。当時、反戦青年委や学生運動に対し、日本共産党は排除し、総評は批判的であった。社会党は、心情的には支持する面が強かったが、社会主義協会からは常に批判の対象となっており、反戦青年委を評価する枝も、また協会や佐々木派から攻撃されていた。枝は、反戦青年委における貢献の行動を、やんちゃとしながらも評価しており、貢献が反戦青年委員会という本を出版した時も、枝は20冊持ってこいと呼びかけるなど、支援の態度を示していた。しかし、反戦青年委員会の行動に対する社会主義協会からの批判が強まると、枝も批判勢力に転じる。1970年の第33回大会では、反戦青年委員会に関わる書記職員10人を除名する。貢献は、江田さんは心ならずして、反戦派を切ったと述べ、恨むことは、全くなかったという。1970年の委員長選挙でも敗れた江田は、公明党、民社党との社公民路線による政権獲得を主張したが、当時の委員長、成田知美らは、日本共産党をも加えた全野党共闘を主張し、江田の主張には耳を傾けなかった。自民党がロッキード事件で大きく揺れる1976年、社公民路線を推進するため公明党書記長、矢野淳也や民社党副委員長、佐々木良作ら両党の実力者と共に、新しい日本を作る会を設立するが、これが社会主義協会系の活動家たちの逆鱗に触れた。同年12月の第34回衆議院議員総選挙では落選し、明けて1977年の党大会では、社会主義協会系の活動家たちから吊るし上げられる。この結果、江田は社会党改革に絶望して離党しようとしたものの、離党届を受け付けられず、逆に除名処分を受けた。離党後の1977年3月、菅直人らと共に社会市民連合を結成し、同年の第11回参議院議員通常選挙に全国区から立候補することを表明したが、病魔は江田を襲っていた。同年5月22日、肺がんのため69歳で死去。代わりに、息子の江田五月が急遽出馬し、第2位で初当選した。ABCDEFGHIJK、新帝政治家に命じて明治昭和96ページ、ABC 塩田牛尾、江田三郎から早すぎた改革者76ページ。同窓会、同窓人、関係書団体神戸大学附属図書館、籠城事件、女水会社会タイムス社の借金は、総評が返したとして、このエピソードを疑問視する見方もある。江田三郎、社会主義の新しいビジョン、エコノミスト第40巻第41号、毎日新聞社、1962年10月、32から40ページ、ネイド400億21万9800。古沢城、戦後政治の一系譜8節目、江田に似た、小泉主峰、福岡義人、江田三郎先生を偲んで日本社会党前、議員会、日本社会党歴代委員長の思い出日本社会党前議員会、1985年、319ページ。上泉光弘社会党広報誌、曽我雄二、多情物心我が日本社会党広報誌社会、評論社、2014年、217.218 ページ。ありがとうございます。